わからない、どこが似てるんだろうね。こんばんは。私のオリジナルアバターですか。私イベント参加してなかったから、あの時ないです。でも別のイベントのくまちゃんのうちわのやつならあります。まあでも1年続けると普通にもらえるらしいから、1年は毎日配信するっていうやつです。こんばんは。あの1年続けるからイベント参加しないでいいやって感じだった、確か。あの時あれはもう今は破裂にアバター欲しいな。みょうさん作ってくんないかな。これはジャガポックルです。北海道に染まってます、完全に。破裂にアバター欲しい。ないよね、だってサラちゃんとんでもないアバター作りそう。え、もうね、可愛いに特化したアバターを作ります。私は完全に可愛いアバター作る。もうショールームアバター界の中で一番可愛いアバター作りたい。あ、飛行機はもう完全にハマったので、もう私はあのもう完全に趣味になりました。あの飛行機の昨日は飛行機のこう種類をずっと見てたんですよ。私の今のところの推し飛行機があって推し飛行機があって、ボーイングなんですけど、ボーイング777が好きで、めっちゃ。で、何が好きかっていうと、あのお尻の部分が飛行機によって違うんですけど、お尻がねこうとんがってる機体もあれば、なんかこう私がメールで送ったのはこうなってるんですよ、尻尾が。なんですけど777はなんて言うんだろう、平らなの、平ら直線なのが、なんかめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛いんですよ。
で本当に可愛くて、でも777が一番好きです。今のところ、今のところ777が一番好きです。めちゃくちゃ可愛くて、めっちゃ可愛い。私がメールで送った737、メールに送ったのなんだっけ、737だ。あれ、これ写真なんかうまくついてなくない？メール謎に、あ、ついてた。737の可愛いところは、多分乗ったのは737じゃないと思うんですけど、わかんないけど、見えたのは737だったんですけど、の可愛いところは、羽が、羽の部分が上向いてるんですよ。こういう状態なのがめっちゃ可愛い。なんか元気な感じ、元気な感じが可愛い。こんばんは。ボーイングよりエアバス派です。まあいいよ、全然いい。エアバスで言うと350だっけ。目がこうやってなってるの可愛い。もう推しにはならない、推しにはならないかな。ボーイングの方が私は好きです。顔がかっこいいです。顔がかっこいい。なので、もう本当に完全に飛行機の間にやられてしまいました。プロペラより Z 派？はい。今は777が一番好きです。家の近くに空港あるよ。めっちゃいいじゃん！家の近くに空港最高じゃない？でも本当にハマっちゃって、昨日は20分ぐらいのあの離陸、飛行機離陸動画みたいな、もうただひたすら飛行機が離陸する動画を2時ぐらいまで見ちゃいました。2時ぐらいまで。え、ね、そうなの、そう、777がなんかもうなくなってきてるみたいな、なくなるみたいな書いてあって、普通に無理、普通に無理。推しなんですけど、推しなくなるんですけど、どうすればいいのそれ。めっちゃ新規なのにさ、いなくなっちゃうじゃん。やだよ、777いなくなったらしんどい。やだな。でも飛行機のエンジン音って全然違うんですよ。結構爆音で聞いてたんですけど、なんかブワーンって感じのエンジン音と、なんかシューって感じのエンジン音とか、いろいろあるんですよ。それがまた面白くて。なるよね、なんか飛行機がめっちゃ見れる場所みたいなのがあるんですよ。行きたい、本当に。こんばんは。もうなんかドラマとか全然見てない今。飛行機ばっかり見てる。本当に楽しすぎてずっと見てる。だからただあの着陸と離陸だけするあのゲームアプリ入れた。こうやって携帯を傾けたりしながら操縦できるんですよ。めっちゃ良くて、本当にやばいですね。なんか一回私、一回ハマるともうずっとハマるタイプの人間なんですよ。すごい奥深くまでハマっちゃうタイプなんですよ。だからもうこれ完全にハマってるんですよ。もうこんばんは。時間が足りなくて、めっちゃ見たいのに、もっと見たいのに
全然さ時間が足りない。もうやばいもん。飛行機からの景色も見るし、景色の動画も見るし、ずっと見ちゃう。もう全部見ちゃう。私はアナ派です。これは何でかっていうと、結構見たんですよ。アナとかジャルとか、なんていうの、空港会社とかいろいろ見たんですけど、全部いいんだけど、なんか結局なんかでもなんかさ、このアナが好きとかさ、ちょっとにわかっぽくない？なんかにわかっぽい。でもピーチも好きです。可愛いから可愛いからピーチも好き。でもピーチはなんだっけ、 CLL っていうらしいです。規模が小さくて、こうなんていうの、サービスとかも最低限にしてて、なんか低価格でできるよみたいな。LCC ね、もう可愛い。でもそれは可愛いだけ。どこの飛行機見てサーター思い出した。ロゴンの飛行機あるの？やばくない？何それ、ロゴンの飛行機あるの？ロゴンの飛行機、そう、ロゴンの飛行機があるの？うわ、ほんとだ。ロコンジェット北海道って書いてあるんだけど、2021年、まだあるのこれ？まだあるのこれ。空港会社が違っても飛行機の機種は同じの使って、同じの使ってるとこもあるよ。こんばんは。ねえ、ロコンジェット北海道って書いてあるんだけど、めっちゃ可愛いんだけど、ロコンの。何これ、乗りたい。アローラロコン特別、これさ、もう今ないの？でもサーターのこと思い出したってことはさ、あるってことだよね。やば、可愛い、可愛すぎ。アローラと普通のロコンありますよ、これ。やばくない？もうなんかやっぱ人生ってなんかいろいろ決まってる説を推してるんですよ。なんですけど本当にそう、ロコンが可愛いって思ったのも、ロコンバージョンの飛行機があるのも、これは最初から完全に決まってたことなんですよ。もう15分だったの？怖い。スターフライヤー真っ黒でかっこいいよね。かっこいいなと思った。でも黒より白派なんですよ色で言うとね。でもかっこいいと思う。真っ黒のあの機体かっこよかった。めっちゃかっこよくて、普通にずっと見ちゃう、ずっと見ちゃう、ずっと見ちゃいますね。飛行機やばいね、本当に本当にやばい。767だけどね。全然大丈夫。ただ見た目で言うと、お尻が可愛いから777が可愛い、好きなんですけど、別にそんなね、全部乗ってみたい、全部乗ってみたい。うわー、もう楽しすぎて、普通に飛行機の動画見てんのとか、なんかワクワクが止まんなくて。あ、そうなの？ロコンって北海道応援ポケモン？ねえ、やっぱさ、私北海道に住まないとダメだ北海道ダメだ。スカイマーク、羽にハートとか書いて、書いてあるよね、ハート。あそこでしょ、羽のここでしょ、先のところにハートあるよね。あれは何の意味があるんだろう。なんかアナの色にはなんかその空のなんちゃらみたいな意味込められてるんですよ。ってことはそのハートも
意味込められてる気がする。こんばんは。え、もう本当にさ、あのアローラロコンが好きなんですよ。あ、めっちゃあれですよ、めっちゃにわかね、ポケモン見たことないから1話ちょっとあの面白い、うん、なんていうの、ちっちゃい頃に流れてんの見たぐらいで、あのこの間普通にポケモン図鑑見て、ただ見た目が可愛いって言っただけそれだけ。こんばんは。え、普通にもうさ飛行機やば、なんか飛行機のなんていうの、おもちゃみたいなさ、あれさ、もうなんか普通にさ、なんか買っちゃおうかなレベルでさ、あの欲しくて、飛行機の。どれだっけ、そう、もうさ、プラモデルやばくないですか。アナって書いてある、やばすぎる。普通にさ、もう熱すぎるこれ。こんばんは。機体が好きってことだね。機体も好きだし、飛行機に乗るのも好きだし、飛行機から見える景色も全部好き。なんか飛行機っていう、飛行機っていう存在も好き。でも飛行機に乗るっていう行為も好きです。あ、ありがとうございます。やばいよね普通に。こんな、なんかめっちゃハマるみたいな、もう久しぶりすぎて、あへらへら。チュ帰るときに中国国際空港から成田空港の便、え、乗りたい。え、結構本気で乗りたくて結構本気で乗りたい。いやさ、幕張メッセ行くときとかさ、一人だけ飛行機で行きたいもうやばい。ロコンジェットのおもちゃあるの、ロコンジェットのおもちゃあるの。待って、ロコンジェット、うわ、ほんとじゃん。あ、でも、うわ、アローラロコンもある。あ、ん、え、かわいい。やば、しかも北海道だったじゃん。もっとさ、早く知りたかった。やば、後方にスライドさせて手を離すと勢いよく走り出す、だって。やば、離陸しちゃうよ。こんばんは。ジャンボジェットって180億で買えるらしいよ。ん、無理無理、それは無理。そうそうそう、ゲームやり始めちゃった。まあまあ、こんなになんか本当に楽しくて、本当に楽しすぎて、成田から幕張近くはないんじゃないかな。こんばんは、あ、ありがとうございます。本当にやばい、もうどうしよう。飛行機大好き。美味しいよね。でもこれでなくなっちゃったから。普通に最高すぎ。あ、そういえば見てください。これ新しいレッスン着買いました。このブランド着がち、マーグリッド、マーハグリッド、
俺冬も同じようなトレーナー着てた。なんか可愛いレッスン着だとやっぱ気分が上がりますね。配信するときの壁が絡んだら空港中みたいな。こんばんは。マハグリッド。なんかこのブランドのあの水色系のなんか服が多くて、これもなんか色あんま分かんないんですけど、淡い水色なのね。だからよく握手会とかで水色とか着てきてくださる方も多いんですけど、おすすめ。なんか男の人も女の人も着れるやつ、このブランドおすすめ。飛行機でどこ行きたい？でもあんま日本そんな行ったことないんですよ、限られた県しか。だから日本行きたいし、でも国際線も乗ってみたい。サータンはね、めっちゃ踊るときはね化粧していくよ。マスクしてるときついから。でもあんま踊んないときはお化粧せずにマスクしてます。え、なに、セントレアなんかあるの？もっと早く知りたかった。もっと早く知りたかった。ありがとうございます。もう普通に楽しすぎてもう永遠に見ちゃうんですよ。だからもうなんか検索履歴とか全部飛行機になってて、もうやばい。あーすごい。でもなんか今回の札幌行くまでの飛行機はめっちゃ後ろの席だったの。だからもうなんかめっちゃ一番後ろの席が一番揺れるんだって。一番揺れるらしいの、機体が。で初めて乗ったその飛行機が一番後ろだったんですよ私。だから一番さ楽しいとこだったわけ。一番楽しいとこだった実は。帰りはなんか羽の近くだったからあれだったけど、羽の横はなんか一番揺れないって書いてあった。でも私は結構揺れてほしいタイプの人間なので、一番後ろがいい。今度からも一番後ろがいい。本当にさ、本当やばい、本当やばいですね。めっちゃかっこいい、かっこいい、かわいい。なんか飛行機がなんか可愛く見えるんですよ。その本当になんか頑張ってるなって、頑張ってるなーっていう気持ちで見ちゃうの。え、そうなの、景色隠れた。でもまあそのいろいろさ動いてるのを見れたのはいいんだけど、機体が。でもちょっと景色見たかった。もう本当にサータン的には外見の美女重視、飛行機のテクノロジーとか。テクノロジーまではまだ行ってない。テクノロジーってなんだテクノロジーってなんだって感じだもん。外見と乗ることが好きって感じ。テクノロジーってなんだ。こんばんは。もうやばすぎる、やばすぎる。普通にもう早くも乗りたい。こんばんは。愛知空港ミュージアム、なんだって？愛知空港ミュージアムってのがあんの。ちょ、やばくないそれ。え、
何それ、え、知らないんだけど、え、何それ、うわ、え、やば、行かなきゃ、行かなきゃ、これ行かなきゃでしょ、これ全然一人で行きたいけどさ、これさ一人で行くとさ写真撮れないからな、ツーショットとか撮りたいのに、撮りたいのにさ、これ一人じゃ絶対撮れない、行きたい行きたい、これ何これ、え、やば、ま、これさ、もしやさグッズとかあるんじゃない、これグッズとかあるやつなんじゃないの、これ、あ、でもヘリコプター、なんかヘリコプターはあんま興味ないんですよ、私、なんかあんま興味ないヘリコプター、こんばんは、ヘリコプター興味ない、ヘリコプターじゃないんだよな、タケコプターは興味ある、え、興味ないんだよなこんばんは、うっそ、セントレアのさ、え、ねえ、もっと早く言ってよ、早く言ってよ、ヘリコプターは、うん、あんまり魅力を感じないですね、本当になんか本当に飛行機、飛行機がいいですね、やば、やばいやばい、これこう行かないとやばいって、これやば、行きたい、こんばんは、やばくない、一生見てられるんだけど、こんばんは、でもヘリコプター、ヘリコプターじゃないな、ヘリコプターはあんまり、あんまりなんだよな、わっわっ、うん、飛行機がいい、そうなの、こんばんは、めっちゃ行きたい、うわー楽しみだな、もう行く気満々、普通に、めっちゃさ、もうやばい、本当にずっと見ちゃう、本当に、もうなんか、でも今まではなんかドラマとか見ながら、あ、これって結構時間無駄にしてるなと思ってたの別にドラマがおるわけじゃないですよ、普通に、わ、これ見ると1時間も時間取られちゃうんだと思ってたんですけども、飛行機に関してはもうなんかそれどころじゃない、もうなんか今までだから最近はもう日をまたぐ前にずっと寝てたんですけど、もう2時になっちゃったんで、ロジさんよくないよね、普通に、うんうん、
こんばんは。あ、もうずっとだよ。もうなんかもうね、あの多分皆さんが思ってる以上に永遠に見てる。永遠に見てます。皆さんがサータンこのぐらい好きなんだろうなって思ってる軽く20倍は好きです。飛行機、飛行機、飛行機ラブです。普通に今世界で一番熱いのは飛行機です。やばいですね本当に。でもなんか千葉県出身でよかった。千葉県出身の良さ、成田空港がある。冷静に考えて空飛べるのすごい。いや普通にすごいよ。だってさ、飛行機のすごさみんなわかる？飛行機がなんですごいかってわかる？やばいんだって普通に。めっちゃ重いからね飛行機。めっちゃ重いのにシューって言ってシューって普通に上飛んでくんだよ。やばいでしょ。飛行機ちゃんってやばいんですよ。 SK に入って好きなものに出会えてよかった。ね、よかった。めっちゃ嬉しい。普通にこんななんか好きになれるものを見つかってめっちゃ嬉しい。私は絶対できないと思います。その飛行機操縦に関しては絶対にできないと思う。絶対にできない。すごすぎます。普通に飛行機を操縦するのってめっちゃ高くまで行って普通にさ、その着地するじゃないですか。やばいですよね。こんばんは。もうやばい。飛行機やばい。飛行機やばい。もう飛行機って感じ。もう普通にすごい。飛行機って普通にすごい。すごい可愛い、かっこいい、便利、最高じゃない。こんなになんかこんなになんか素晴らしいものが、もうこれ、こんばんは。自分がサダの好きな気持ちと同じくらいの好きな量が、うん、それ以上それ以上だと思う。もう
乗りたいな。なんかただ飛行機に乗るだけみたいなコース欲しい。どこに行くとかじゃなくて、飛行機に乗って帰ってくるだけみたいな欲しいですね。そういうこと。途中パラシュートで脱出するコースもいる。せんべいじゃなくてポテチね。ポテチね。離陸も着陸も好きすぎて選べない。普通に最高すぎる。出発するとき外にいる整備の人たちが手振ってくれるのよくないね。手振り返したもんだって。そうなんだよ。なんかゲームやってて思ったんだけど、離陸は正直いける。でも着陸に関してはゲームでも難しい。違う、なんだろうこれ、名前わかんない。英語のやつですね。ゲームやってる。普通に楽しい。今めっちゃ楽しいです。楽しい。ずっとずっと見てる。それかも、そのゲームかも。
それっぽいな、名前が多分それ、あ、それだ、一番人気のやつですね。なんかこれ以外なんか日本語じゃなかったっぽい。本当になんかね、あれ、ゲーミング PC 買ってフライトシミュレーターやるつもり、それなら飛行機乗りたいかなとかそう、 PC 買う代で飛行機乗りたいなっていう感じですね。それならね。どうもありがとうございます。やばいよね、普通に楽しすぎる。今も本当に楽しい、幸せ。趣味って幸せですね。え、でもね、なんか距離短いのも嫌なんだよね。なんか旅行に行くってより、なんか飛行機に乗りたいから飛行機に乗りたいっていう方が大きいから、飛行機が3時間ぐらいあってほしい。短くても2時間は乗ってたい。本当にやばいですね。とりあえず飛行機のプラモデルが欲しいです。エコノミークラスってもいいの？え、全然いいでしょ。なんかファーストクラスに乗りたいとかそういうのじゃない。なんかファーストクラスに1回で高いお値段で乗るなら、まあ1回乗ってみたいですけど、乗るぐらいならもうエコノミークラスでなんか3回ぐらい乗りたいみたいな。台湾が3時間。いいね。台湾ぐらいがちょうどいい。タピオカ飲めるじゃん。いやもう本当に、いや本当にもうね、楽しい。機内サービスの飲み物ね、興味あるそれそれ興味あるの。でもなんか、え、本当にこれあの、なんて言うんだろうな、そのそこに行きたいってより飛行機に乗りたいから、なんかそこに行ったらさ、観光しちゃってさ、お金使うじゃん。それがちょっと嫌だよね。なんか飛行機にお金使いたい。こんばんは。いや本当に飛行機だけでいいんだよね。
そのずっと飛行機に乗ってたら多分疲れちゃうからあれなんですけど、本当に飛行機に乗ってちょっとなんかどっか泊まって飛行機で帰るくらいがちょうどいい。なんかずっとってよりかはもう、でも国内がいいな、国内がいい、国内で飛行機乗りたいので、やっぱり北海道に住んでどこへ行くにも飛行機使うっていう手が一番いいかなと思うんですよ。どうですかね、北海道に住んで飛行機を結構こまめに使うみたいな。やりたいですね。窓側で札幌と函館、うわー、ちょっと函館行けなかったから函館がちょっと行ってみたいかも。いや本当に最高すぎ。なんか飛行機ありがとう、飛行機ありがとうって感じ、うん、飛行機に感謝、全世界の飛行機に感謝、こんなに楽しくさせてくれて、人生を明るくしてくれて人生を明るくしてくれてありがとう飛行機。うん、本当にやばい、飛行機やばい、もうやばいですよね。飛行機、なんか人生は飛行機みたいなもんですよね、もう。ほんまん。うわ、飛行機とリンゴ飴どっちが好き？うわ、飛行機でリンゴ飴食べたらもう最高じゃん最高じゃない？飛行機でリンゴ飴食べるってもうなんか幸せの最上級じゃない？飛行機でリンゴ飴食べたい好きと好きの組み合わせすぎてやばいかも、やばいな、飛行機でリンゴ飴食べて、わあ幸せすぎ、幸せすぎる、飛行機でリンゴ飴食べたい、なんか新しい目標増えた、飛行機でリンゴ飴食べる、本当にやばいですよね。なんか幸せだな、飛行機に出会えて幸せ、早いけど早すぎるけど、普通に早すぎる気がするけど幸せ、本当に幸せ、いいな船は。私酔うんですよ、酔っちゃうんですよ、1年前まさか札幌で踊ってるの思わないですよね、もうなんかそれもてか飛行機にこんなハマるとも思わなかったよね、普通に。船はもう一歩踏み入れただけで酔っちゃいます、すぐ気持ち悪くなっちゃう、あ、どうもありがとうございますなにそれ、二十歳になったらアナのクレジットカード作ってマイル貯められ、なにそれアナの、え、何？アナのクレジットカードっていうのがあるの？やばくない？
ね、なんか、うん、そうね、乗り物で一番安全って言うよね。言うよね。でもなんか安全とかもいいからもういいから、もういいからさ、本当にもう別にもう飛行機の乗ればもうそれでいい。こんばんは。で、公演楽しみにしてたにゃー。あとありがとう。飛行機の乗れればもう本当にいいんですよね。本当にいいんですよね、もう。本当にそれだけでいい。飛行機に乗りたい。とにかく飛行機に乗りたい。東京 LCC でも乗ったことないから乗ってみたい。 LCC 乗ってみたい。普通に乗ってみたい。やばいよな、やばいもん、やばいよ、うん、名古屋から福岡へ6000円。いやー、なんかもうさ最高。飛行機ありがとう、飛行機ありがとう。全世界の飛行機に感謝伝えたいですね。こんばんは。もう飛行機を生んでくれた方にも感謝を伝えたいです。いいな。家に滑走路欲しいですか。欲しいですよね、飛行機が来てくれるのならば。もう本当に最高だな。あ、そういえば今日久々にココハちゃんに会ったんですけど、まあ、ずっとてかもう12期の子たちにもほぼ久しぶりに会ったんですけど、ゴガちゃんと一緒に帰ったんですよ。でバイバイした後になんか連絡来て、そういえば久しぶりだったねって来て来て、なんか別に言わないでいいじゃないですか。普通に会った時は何も言ってこなかったんですよ。普通に会っただけだったのね。なのに普通にバイバイした後に、そういえば久しぶりだったねって来て、遠距離カップルなのって言ったら、思い出したみたいな、そういえばって思ったみたいに言ってたけどね、なんか彼女いたっぽい。彼女いたっぽいです。
どうもありがとうございます。仲直りしたのかな。え、ココアちゃんとサラと喧嘩してたの喧嘩してたの、もしや。仲良しじゃないよ。仲良しじゃない、仲良しじゃないです。でも普通に面白かったそんな急に言われました。いや、ほなかですよ。そんな、ほなかですよ。こんばんは。いや、ふなかですよね。それふなかですよね。特にあれですよね、別に。その、ふなかですよね。こんばんは。今日はずっとギャラクシー聞いてました。ずっとギャラクシー聞いて、もう余韻に浸ってた。ギャラクシーを聞いて、いくつの星。あと、ありがとうございます。の、クマありがとう。氷から解き放たれたクマちゃん、ありがとう。ハゲツインです。ハゲツイン。ミオさんと出かけるとしたらどこ行きたい。遊びたいです。遊びたい、普通に。なんかご飯を食べに行くとかじゃなくて、遊びたいです、みよさんと。ジェラシーのアリバイは飛行機の歌のような。待って、滑走路滑走路、青い光が夜空へと誘って、知らない街へと飛んでるんだ。待って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 、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ジェラシーのアリバイ、歌詞を見ていきましょう。飛行機の最終便に今駆け込むようにチェックインしてる。やばい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 。で、滑走路に
青光があって夜空へと誘って知らない街へと飛んでいくわけですね。やっぱ海を越え日付を越え、なぜ私は一人、待って、え、日付越えちゃ、日付変更線通ってるってことは結構国際線でどっか行ってますね。これ何時間も眠れないまま暗い空眺めてた、あなたが遠すぎる。日付変更線越えてて何時間も寝れないまま暗い空眺めてるからどこ行ったんだろう。日付変更線超えてますね、これ完全に。海も超えてますから完全に国際線なんですよね。ってことはですよ、日付変更線がどこだ、あれ、これ日付変更線、ここちょ予測していこう。アメリカ、オーストラリアあたり、そっちまで行ったんだ。大変だね。でもアメリカの方の夜でもさ、夜中の便だとさ、あ、でもでもそっか、日付変わってんだ。でも待って、でもさ夜行、夜の最終便に乗って日付を越えて暗い空眺めてるんだよ。なんか変じゃない？日付越えてるのになんでさ暗いの？明るくないの？よく考えたら、え、よく分かったらさ、普通にさ、これってさ明るいはずじゃない？ってことは そういうことか。え、でもさ半分以上行ったらさ明るくなっちゃうよね。ってことは結構限られてくるくない？これどこか結構限られてくるね。面白い女。いやーやばいですね。いいな。次はいつ飛行機に乗る？そう、しばらく忙しそうだしな。無理そうじゃない。無理そうな感じしない。こんばんは。こんばんは。乗りたいな。乗りたい。そういえばジェラシーって結局飛行機乗ったままなの？え、何それ。飛行機の中の歌なんだこれ。そういうことだよね、飛行機の中で歌ってるよね多分これ。
そうだね、飛行機のまんまだ。だからここから、ここからどうしたのかも分かんないってことだね。ここからどうしたんだろう。でもだって完全にこれそのままだよね。これそのままだよね。普通にそのままっぽい。そのままだね。面白。こういう楽しみ方もあるわけですね。こんばんは。なさそう。理想的？理想的だもん。何時間も眠れないまま暗い空眺めてた。あなたが遠すぎる。ねえ、なんかさ、確かに飛行機っていうところがさ、ジェラシーの大きさを表してるよね。だってまだ夜行バス、確かに夜行バスにしたらちょっとジェラシー味が薄れる。飛行機っていう時点でもうジェラシー、ジェラシーって感じの、ジェラシーって感じ。何今の。ジェラシーって感じの、ジェラシーって感じです。こんばんは。まだジェラシーの表現の仕方変わるかも。飛行機いいなーって顔になっちゃうかも。飛行機って顔になっちゃうかも。飛行機乗りたいって最後になっちゃうかもしんない。飛行機乗らせて、飛行機に乗らせてになるかも。なっちゃうや。100回目ありがとうございます。もうさ、すごいんだよね多分。もうジェラシーが、もうジェラシージェーって感じなんだろうね。ジェラシーがもうジェーだよーみたいな感じなんだろうね。いやー、いいですね。いいなー、いいなー、いいなー。夜の飛行機乗ってみたい。あの指は飛行機だった。これのこと言ってんの？これまさかの飛行機ポーズだったの、これ。飛行機ポーズ。いや、さすがにさ、夜行便でさ、そんなさ、そんな、さすがに LCC なんじゃない？さすがに LCC じゃない？そんな、なんかさ、ジェラシーのアリバイって歌ってんのにさ、ファーストクラスとか乗ってたらさ、普通にさ、なんかパンチするよ本当に。こんばんは。やばいですよね。あ、どうもありがとうございます。そうなの。夜の滑走路カラフルだけど乗りたいよ。乗りたすぎ、乗りたすぎる。どっちも朝だから、やばいよね本当に。本当にやばい。いいな。
ラオケしよう。こんな軽いノリでカラオケする人はあんまりいなさそう。あ、みんなそんなもんなのかな、わかんないけど。カラオケしよう。ジェラシーはないんですよ。ないんですよ。そういえば涙のショーナーありました。そういえばあった。待って。いけるいけるいける。今いっぱい奮い立たない。
17歳の今はですよね。長いよな、短いよな。あの頃のロッカーはないな。ないな。湘南、自分の歌わりが歌えるかな？てかワンハーフだったから歌えるか分かんないんだけど、歌えるとこだけ歌うシステムならいけそう。
のこの裏話があるんですけど、これを練習の時からね、この最後のチュ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 の後に私がふってやりたくてやりたくて、やりたかったので、もう夜公演ならやってもなんか別に最悪怒られないかなと思ってやりたかったの。でもちょっとひよっちゃった。やりたかった。さくらさんも誘ってみたの。さくらさんとさあやさん誘ってみたんだけど、ちょっと多分どっちもやってくれそうになかったからえ、違う、あのさ、違うよ、ふざけてるっていうか、あの、ただふざけてね、てってんてってんてん、ふーってやりたかったんですよさくらさんとやりたかったんですけど、まあ、全員日和りました。こんばんは。日和りました、完全に。さすがにそんな勇気なかったさすがに無理だった。違う、かっこつけてとかじゃなくて普通にさ、あの、面白いよねっていうやつね、これ皆様ありがとうございます。面白くてやりたかったっていうやつね。その真面目にやんないですよ、その真面目にやらないですから。でもさ、ツアーはさ、読むとさ、生歌だからさ、もうさ緊張したよね、普通に。え、そういえばあれまだ出てないね。札幌のサーターの髪型めっちゃ可愛かった。夜まとめたやつかな、どっちだろう。湘南の時は歌い方変えた。歌声が大人っぽくなってて素敵だった。なんかいつもの歌い方にしたらめっちゃ子供っぽくなっちゃうな、そういう曲じゃないなと思って、なんかいやでも変えられた感じはしない。結局いつも通りになっちゃった感じするけど、変わってるように、変わってた？ちょっと変えられたかな。こんばんは。夜の髪型本当？あのめっちゃ仲良しの衣装さんがいるんですけど、その衣装さんにあのお祭り少女っぽいって言われてお祭り少女っぽいねって言われて、みおさんにお祭り少女って言われましたって言ったら、浴衣だからちょうどいいじゃんって言われました浴衣だからちょうどいいじゃんって言われました。そう、出てないよね、まだ。まだ出てないな。早く見たいな。そのいつもその衣装さんにちょっとだるがらみしに行っちゃうんですよ。ちょっとあのツンデレっぽくて、ちょっとすぐちょっかいかけに行っちゃうんですけど、優しいです
やっぱあのツンデレな人に弱くてですね、私もうゆずぽさんのツンデレも好きだし、みくるさんと仲いい翔さん、わかんない、みくるさんと仲いい翔さんどなたでしょうかどなたでしょう、ツンデレなお姉ちゃんみたいな好きなんですよ。ツンデレってことは普段はツンってことだよ、そういう人に絡んでいけるのすごい。だから最初会った時とかはツンな感じでも、ツンデレですから、まあそんなもんですよね、そんなもんですよ、人間そんなもんですよ。めっちゃね、だろがらめしちゃう。申し訳ない。こんばんは。こんばんは、バラありがとうございます、バラありがとう。ギャラクシーある、やば。ギャラクシーカラオケで歌うの？ギャラクシーあるの？すごい。こんばんは。ギャラクシー。北海道ソフトクリーム食べなかったの後悔して、それはもったいない、めっちゃ美味しかったよ。フリアリ、これまたさ自分の歌にしか歌えない系かも、歌えない系かもしれない。最初アヒジョグチゾーソンタケテソートイデルかな、やばい、熱すぎ。
確かに私ダンス配信したことない。したいな。どうやってするんだろう、ダンス配信って。ダンス配信ってどうやってやってるの？どうやってやるの、ダンス配信って。聞いてみよう、ダンス配信ってどうやってやるんだろう。やりたい。ミオさんもやってたよね、レッスン上で。やりたい。まあ落ち着いたら。やることリストに入れとくね。入れときました。やることリスト、こういうの作っちゃうタイプなんですよね。ね、ダンス配信したい。この曲をやりたい。この曲をやるためにダンス配信したい。え、確かになんかさ、もったいないじゃん、ツアーで覚えたのなくなったの。あ、なくなっちゃう。普通にやりたい。もったいないもんね。たたたらん、君にちょうどしたし、ありがとうございます。え、ね、そうじゃん、ダンス配信しよう。いつになるか分かんないけど、なんかこうけど、タラララタラララタラララ。どんな涙だ。流してるのだろう、日々が終わる。飛行機乗りたい。どうもありがとう。ミーニングボールいいよね。いいよね。そのそばもに感じているか。たんたんたん。ただ次の生誕ディスプレイに飛行機のシートが出てきたら持って帰るって、やばっ。生誕まで飛行機ジャックしてくるのやばいかも。やばいかも。やばくない、それって。結構それはやばいな。
やば、飛行機のプラモデル付きお花とかだとどうしよう。さすがに飛行機すぎるよね。サンタの生誕祭飛行機の中でやるってやばい、ロマンチック。やば、全然嬉しいんだよね。でも生誕ってさ、もう完全にさ、ファンの人頼みじゃないですか。でも多分私のファンの方はセンスがとてもとてもいいので安心です。なんか思っちゃいましたもん、本気、本気です、結構本気、本気で。え、ママからカラフルな滑走路の動画送られてきた、やば、カラフルーって送っとこう、カラフルーって送らないだ。やば、続くよね、もう本当にさ、最高だな。やば。めっちゃカラフル、めっちゃカラフル、わあ、いいなー。もうさ、飛行機乗りたい、飛行機乗りたい、飛行機乗りたいな、飛行機乗りたい、いいな。飛行機乗れた。さっきボーイング調べたら何人なのか、めちゃくちゃかっこよかった。727?結構珍しくない？それって727ってさ、珍しいよね絶対。羽が、なんか羽が上だ、何これ、
る合ってる。羽がシャキーンってなってる。すごっ。なんかシャキーンですよこれ。ほらありがとうございます。シャキーンシャキーンってなってる。ここ上がでも完全にちょっと777が良すぎ。見てほしい。777のなんかなんだろうな、新品のシャーペンみたいな感じが好きです。新品のシャーペンみたいな感じの雰囲気が好きです。新品のなんかなんだろうな、新品のなんかクルトガみたいなクルトガみたいな、新品のクルトガみたいなフォルム。ボーイング777やばいですねこれ。誰か分かってほしい誰かに分かってほしい。新品のクルトガやばいやばい、新品のクルトガすぎる。見せたい。これ見せちゃダメだよねこれ。見せちゃダメよ。なんかな、ダメなんですか。ダメ？ダメか。シャキーンってなってる新品の黒とかみたいな、めっちゃいい、めっちゃいい。令和の高校生もシャーペンは黒とかなの？あんまいない、あんまいないかな黒とか使ってる人。黒とかは小6ぐらいの時に使ってたかも。でもなんか小学校の時はシャーペン使っちゃダメだったんですよね。だからあの塾とかで使ってた黒とか使ってました。いいですね。なんかおすすめありますか他。え、そう、クルトガ結構軽いよね。軽め。なんかおすすめの、うん、おすすめの飛行機ありますか。おすすめの飛行機、おすすめ飛行機ありますか。なんかないかな。なんかないかな。輸送機？ B7
B747 2階建てのやつか、2階建てのやつ、ボーイングだから半分2階席のやつかな、合ってる合ってる、半分だけさ2階席みたいな、ま、窓が半分だけ上もついてるやつかな。戦闘機はもう分かんない。エアバス、エアバス330、え、知らないかもそれ。え、かっこよ。でもやっぱなんかエアバス派じゃないんですよ私、ボーイング派なの。ボーイング派なんですよ、めっちゃめっちゃボーイング派。特技の暗記力が生かされて一日だよ、一日でめっちゃ見まくったら覚えちゃった。覚えちゃった。ボーイング派なんだろうな、やっぱお目目の形とかがボーイングの方がかっこいいって思っちゃう。まあ人それぞれですけど、人それぞれですけど、かっこいいボーイング。787に一番よく乗ってる。え、787ってさあれだよね、めっちゃさ、めっちゃあれだよね、あれだよね、待って、787ってさ、あのギザギザのやつのことじゃないの？写真が出てこない。あれだよね、エンジンっていうかさ、あそこの、あそこがさギザギザのやつじゃない？787って違う？あれなんだっけ、え、ギザギザじゃない？ボーイング787ってギザギザのやつだよね、エンジンが。え、そうだよね、そうだよね。ほらだからもう、もうさ、区別つくようになっちゃって、もう見すぎて見すぎて分かるようになってきちゃった。ギザギザのやつです、ギザギザのやつ787で。確かなんかギザギザのやつってなんだっけ、あ、なんだっけ、ギザギザってなんだっけな、なんでギザギザなんだったっけな、なんかなんかプラスなんだよね、なんかなんだっけな、ギザギザ思い出したい。でも昨日見たばっかなんだよね。風とかじゃない、風じゃない、音、音小さくするみたいなだよね、確かそうだよね。787のさギザギザエンジンがさギザギザのやつってさ音軽減みたいなやつだよね、わかんなってるかな。不良馬が速いって言われてる意味が分かったけど、え、でも私そんな不良馬速くないと思うんですけどね。え、そうだよね、騒音対策なんですよ。そう、ギザギザにするだけで騒音対策できんの。それにめっちゃすごいなと思って、なんでギザギザにするだけで音が、ちょ、そこまで分かってないんですけど、音が軽減するみたいな、すごいなと思ったんですよね。787、あとなんだっけ、カウル、カウルみたいなのも覚えた。なんだっけ、カウル、カウルってなんだっけ、なんかあのエンジンのカウルがなんちゃらみたいな、忘れちゃった、忘れちゃったけど、
もうめちゃくちゃなんかもう本当に良すぎ、良すぎだな。いやボーイングかっこいい、もう本当かっこいい。一昔前なのギザギザエンジンって。なんてこった。一昔前なの。今え最新は何なんですかエンジンって。単純に787乗り心地がいい。乗ってみた、乗ってみた。それは普通に乗ってみた、乗ってみたすぎ。乗ってみたいな、いいな、いいな、かっこいい、かっこいい。乗ってみたい、なんか乗ってみたい飛行機いっぱいある。でも自分がこの間何に乗ったのか分かんなくて、普通に自分がなんかな、自分が何に乗ったのかって分かんなくない？自分の乗った飛行機の写真撮ってないからさ、ど機内からさ分かんなくない？何に乗ったか、機内の写真とかこの羽の写真ならあるけどさ、羽だけじゃさあんま分かんなくない？どうやって分かんのこれ、分かんないんだよね。知りたい、自分が何で行ったのか、自分が何で行ったのか知りたい。で自分は何に乗って札幌まで行ったのかみたいな。わ、チケットもうないな。久々に乗ってみたくなった。乗ろう乗ろう。普通にさ、あれ？あ、できた。もうさ、楽しすぎ。普通に飛行機の世界って楽しすぎる楽しすぎませんか？もう幸せ、飛行機超面白い。久々に乗りたいなって言ってるね。乗りたいよね飛行機、乗りたいよね。空港と時間で調べる、なるほど。ちょっとみんな待ってね。 CA とアイドルの両立ってできますかできたりしますか？でもちょっと英語ができないんでちょっと無理かも。待って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 、時間と時間と、なるほどね、なるほどなるほどなるほど。SKE には飛行機マニアいないか、いいポイントかもしれない。みんな先輩たち、飛行機の良さ分かってほしい。サタンすごいな、だって。ありがとうありがとう。え、待って、過去のやつ見れないかも、見れなそう。何乗ったんだろう、わー知りたい、知りたいな。なに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 。エアフォースワンは水色だしかっこいいよ。エアフォースワン？
何それ、何それ、あ、もうどこ行っちゃった。え、でもボーイングだと思う、あれ。アメリカ大統領が乗る専用機、大統領専用機、なんかさ、これ専用機なの？すっごい、すっごいじゃん。なにこれ、わあ、私も欲しい。サタン専用機欲しい。サタン専用機欲しい。やば。サタン専用機欲しい。頑張ろうアイドル。あ、でも確かにいろんなのに乗りたいって気持ちはある。でも専用機って最高じゃない？やばくない？ピザ食べたいって言ってイタリアまでさ、専用機でピザ食べに行くとか、やばくない？やばくない？普通にやばいな。まあなんかいいなあ、いいなあ。あ、でもなんかエアバスのエンジンが4個ついてるやつ、あれはかっこいいと思った。なんだっけ、エアバスのエンジン4個、エア A3347 とか、え、わかんない、3なんだっけ、 A なんちゃらかんちゃら、 A なんかエンジンが4個ので、こう羽がシャキーンってなってるやつはかっこよかったんですけど、なんだっけな、なんか、なんだっけ、忘れちゃった、忘れちゃったけど、でもやっぱ普通にボーイングには勝てない、ボーイングには勝てません。ボーイングがかっこよすぎて、なんかなんだろうな、デザインがめっちゃかっこいい。あ、これだ、ボーイングだった、ボーイング747だった。これのボーイング747のかっこいいとこは、この下から見た羽なんですよ。ちょ、見てほしい。なんかこの配信とは別のさ、電子機器ある方には見てほしいんですけど、ボーイング747の下からの画像見てほしい。めっちゃかっこいいんだよね、747、ボーイング747のを下から見てほしい。下から見た時の羽がめっちゃかっこいいの。サータンでも作れ、え、サータンで作れるの？誰か見た？ボーイング747の下からの写真。下から見た羽の部分がめっちゃかっこよくて、めっちゃかっこいい。なんかさ、今にもさ、エンジンがさ、なんかさ、シューンってさ、なんか銃弾のように飛んできそうな、この感じ、めっちゃかっこいいんですよ。まあでもそれでもボーイング777には勝てないんですけど、もう777の尻尾が本当に好きすぎて、普通にあれやばい、かっこいいよね、かっこいいよね、本当にかっこいいの。めっちゃかっこよくて、シキーンってなってて、下から見るとめっちゃかっこいいんですよ。
い。本当に。かっこいい。やばいなー。わー。めっちゃかっこいいんですよ。政府専用機っていうのがあんの？エンジンが特に好き。エンジンは可愛いです。エンジンか可愛いけど、なんか一番機体で注目してみるのはやっぱフォルムが一番注目してみるかも。本当になんか飛行機を知らない方でも777はめっちゃスマートでかっこいいって思うと思う。エンジンはついてるおまけで可愛いみたいな。で、ギザギザだと、なお可愛いみたいな。だ、丸っこくても可愛い。でもなんかエンジンが、なんか、ちょっと三角っぽいエンジンもあるんですよ。なんか、こういう丸っぽいエンジンじゃなくて、なんか、あ、ま、丸？丸っこか。丸っぽいエンジンだけじゃなくて、なんかちょっと三角っぽいエンジンがあるんですよ。それもまた可愛いんですよ。おにぎりみたいで。可愛い。めっちゃ可愛いです。そうなの？専用機が777だって。やばーい、やばーすぎる。顔はどの機体が好きなの？でも顔は完全にボーイングなんですよ。でもあんまりスリムすぎてもちょっと怖いから 怖いっていうか、ちょっとあれだから、一番理想的なのはやっぱまっすぐめで、若干なんか、なんていうの、まっすぐめ、釣り目、垂れ目だと、エアバスの垂れ目だとちょっとなんか弱そう、ちょっと弱そうなんですよ。だからなんかで、777の目っていうか窓はちょっとまっすぐなんだけど、丸っこめがあるの。なんか、シャキーンって感じじゃなくて、シャキーンって目じゃなくて、なんかちょっと丸っこさがあるやつなんですよ。で、それもいい。それもまたいいんですよね。お花ありがとう。こんばんは。いやー最高ですよね。あと乗ってみたい会社ってか、なんかあって、なんだっけな、なんか客室乗務員さんがいない飛行機みたいのがあるんですよ。定員が19人しか乗れなくて、19人しか乗れない飛行機みたいな、なんだっけな、5個ぐらい、なんか漢字5個ぐらいの会社だった気がする。従業員飛行機、なんか島に行くみたいな、これだ、これだ。なんか19人、伊豆諸島って書いてある。プロペラ機だって、これは。ちょっとこれも気になる。定員19人。CA さんが確かいないんですよ、これ。で、なんかプロペラ機なんだけど、結構、飛行機っぽいの、見た目が。飛行機っぽくて、乗ってみたい。飛行機に似てるから乗ってみたい。動機はそれ。飛行機に似てるから。飛行機が好きだから飛行機に似てるのが、好き。
いやもう本当にさ、最高、最高すぎる。あ、そうなの？プロペラ機も飛行機なの？でもさ、私が知ってる飛行機とは違う。違う。私が知ってる飛行機とはちょっと若干違う。でも本当に何なの、あの尻尾が可愛くて、めっちゃこうなってるんですよ。もうなんかこうなってる感じ。なんかここがもう本当に平らなの。もう本当に気持ちいいぐらいスッってなってるんですよ。でも2階建てみたいなやつも乗ってみたいの。乗ってみたい。だからいろいろ乗ってみたい。だからその787みたいなギザギザのエンジンがどれだけ音をさ、その少なくしてるかとかもさ、聞いてみないと分かんないじゃないですか。そんな静かかどうかなんて。だからやっぱ自分で確認しないと。これは2時まで見てるよ。2時まで動画見てるよ。本当に本気で本気で見てる。でもこんなハマってないと離陸の20分動画絶対見れないと思うの。ずっと離陸してるだけの動画だからね、あれ。そう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 、100回聞いてもね。そうなんですよ、そうなんですよ。え、もうなんかさ、知らない人は絶対見てくださいね。配信終わったらボーイング777の尻尾はめちゃくちゃスマートです。めちゃくちゃスマートだから超かっこいいよ。なんか触ってみたくなる。こうやって触ってみたくなる感じ。着陸より離陸派。それが決められないの。でも離陸のスタートダッシュが好きでスタートダッシュが好きで、めちゃくちゃ早く進んでいくじゃないですか。急にね、スーっていってスーって上がるじゃないですか。もうあの感覚もめっちゃいいし。でもなんか着陸態勢に、なんかこの機体は間もなく着陸態勢に入りますみたいな、声も好き。この声、お知らせも好き。もうその着陸態勢に入りますがめちゃくちゃなんかワクワクするんですよ。めっちゃワクワクする。ワクワクすんぞなんですよ。本当にワクワクするから選べない。選べません、選べません。450億もしや777って。ワクワクすんぞなんですよ。本当にいいですよね。本当になんか本当にえ、そうそう、間もなく着陸態勢に入ります。あれ言いたいですね。間もなく着陸態勢に入ります。あと777の可愛いところは、横から見るとタイヤが3つついてるんですよ。それが団子三兄弟的な可愛さあります。可愛いです。3つ。今度影編み無理無理です。こんばんは。本当に
プラモデル買おうかなレベル。でもなくなっちゃうから悲しい、悲しすぎる、悲しすぎる本当に。だから今日はちょっと着陸の20分、でも離陸の方が好きなのかな。なんかその機内にいる時は割と着陸も好きなんですけど、見るっていうと離陸の方が好きなのかもしれない、好きなのかもしれない。こんばんは団子さん兄弟。ミュージアム行ったら模型売ってるの。え、そうなの。セントレアのフライトオブドリーム楽しいよ。待って、何それ、何フライトオブドリームって。フライトオブドリーム、フライトは夢だよってこと。フライトオブドリーム、え、やば、ボーイガール、え、ボーイングあるんですけど、え、待って、やばくない、何これ、え、行かなきゃ、これ行かなきゃですよ、え、やばくない、やばくないですか普通に。下から見れるの、うっそ、めっちゃ綺麗、え、787だよね、これギザギザだから。しかも入場無料って書いてあるんだけど、こんな無料で見ちゃっていいの。わあ、行きたい、やば、え、これさ、飛行機ご飯とかないのかな、飛行機イメージのご飯とかない、そういうなんか USJ とかそういう感じのはないのかな。行きたい、やば、これは行かなきゃですね、飛行機オタクとしてはやば、やば、わあ、え、本当にもう、そうなの？え、待って、もう本当にさ、なんかさ、飛行機カチューシャとかないかな、飛行機ここに着くみたいなカチューシャとかさ、欲しいんだけど。え、やばい、もう本当にさ、もうさ、もう大好きすぎる飛行機。やばいって。そうなの？やばー、やばい。前から思ってたけど、サータンでテンション上がると分かりやすく。そうなの？そうなの？やだ、恥ずかしい。やだ。こうやってさ、つくみたいなないかな。待って、飛行機。まずは777グッズが欲しいな。あるのかな。でもないことはないよね絶対、だって有名どころじゃん。
調べよう。グッズ。うわっ、やば、あるじゃん。え、ボーイング777ステッカーとかある。かわいい。やっぱスマートなんですよ、めっちゃ。めっちゃスマート、かっこよ。お、高っ。高すぎる。プラモデル1万円するんですけど、たかたか1回乗れるじゃん、飛行機で。欲しいよねこれ。これやばくない？このさ、このさ、尻尾やばい。このアナって書いてあるボーイング777が好き。スマートです。どうもありがとうございます。一回乗れるやん、だってこれ。いやでもさ、これお家にあったらめっちゃ上がる。うわ、欲しい。何、え、やば、やっぱ777が一番いいんですね。一番いい。こんばんは、どうもありがとうございます。てかさ、普通にさ、なんかさ777をさ、自分で作れそうじゃない？777カチューシャ欲しいんだけど。それでさ、セントレア行こうかな。カチューシャ作ってさ、セントレア行こうかな。カチューシャないかな。ないよね、さすがになかった。飛行機カチューシャない。え、飛行機をカチューシャにするっていうのはないのかな。普通にみんなぬいぐるみ、あ、だからこの飛行機のぬいぐるみ買って、カチューシャ買ってつければいいんだ。わ、かわいい。しかもアナ、かわいい、かわいい、かわいすぎる。え、ね、握手会とかにつけたいんだけど。こうだからカチューシャ買って、黒いふわふわのカチューシャみたいなの買って、ここにぬいぐるみこうやってつけて、ここにもつけたらもうカチューシャできるよね。うわー、オランダ航空のボーイング777水色からの。うそ、うそ、え、それオランダ行かないとダメ？オランダ行かないとダメな感じ？それって、それはオランダ、い、確かに。確かに卒業ドレスとか飛行機にしてもらう。飛行機にしてもらおうかなとかさ言っちゃって、もう本当にさ、え、最高すぎる。え、めっちゃ飛行機、でっか飛行機ぬいぐるみ、やばいですね。これと一緒に飛行機乗ったらもう、もうさ最高じゃん。 KLM はおしゃれ、日本にも。え、そうなの、やば、やばいな、もう最高すぎる、最高すぎるな。いいなぁ。いいなぁ。ね、なんかただ飛行機に乗って感想を書くみたいなお仕事お待ちしております。13位女の子、12位恐竜、11位かしわ餅、10位魔法使い、9位太陽。太陽かなこれ。
8位女の子、7位トラ、6位キャベツ T シャツ、5位ボブ、4位男の子、3位サタン、2位ウーパールーパー、1位サタン。ありがとうございます、ありがとうございます。ということで本日も見てくださってありがとうございました。こんな長い時間、ぜひ皆さんも飛行機ハマってください。飛行機でも本当に、そう、明日公演です。明日公演です。もしかしたら明日公演に来る方の中でボーイング777に乗ってくる方もいるかもしれないので、もし乗ってきた方は言ってください。飛行機乗ってきたよって言ってください。飛行機乗った人、乗った人を言ってねって。まとめ髪でって言って、まとめ髪派ですか。飛行機欲しくなってきた。うん、富豪じゃん大富豪すぎ、大富豪、なるほどね、スキーだから大富豪だったね。見送りの時にぜひ。まとめ髪だったら嬉しいって、なんかみんなまとめ髪派なんだ。考えとくね考えとくね。ハーフアップは絶対にしません。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。飛行機部屋なんてあんの？こういうこと？ここにこういうこと？すごすぎ。バイバイ。まだねー。まだねー。おやすみなさーい。